ここは鳥取駅ですかね。今回も特急列車で日本を縦断するという旅行の、アフレコ動画になります。それではよろしくお願いします。今回ダラダラとこう投稿を続けている在来線特急だけで日本を縦断する旅行という、内容の旅行なんですけども、これはね、1月の29日から始めた旅行でして、終わったのが北海道でね、1週間その、この旅行に関係なく遊んだんで、終わったのが2月の、10日ぐらいなのかな。なのでね、今投稿しているのが5月の5日なんですけども、だいぶね、3ヶ月も経ったんで内容をいろいろ忘れていましてですね、結構適当なことを言ってしまいますが、そこもご愛嬌ということでよろしくお願いします。そんで今回の動画はこの鳥取駅から京都駅まで向かうという動画になってるんですけども、最初にね、言っておきますけど、今回さっき京都駅って言いましたが、実は大阪駅が目的地になっています。これなんでかって言いますとですね、本当はこの時は京都まで行こうと思ったんですけども、京都に泊まることを予定していたので、京都旅行になっていたんですけども、京都にね、いいホテルがなかったんで、大阪にしました。本当はね、京都じゃなくてそのちょっと先の滋賀県の方に行くとですね、この時確かまん延防止措置があったんで、いろいろとその制限がかかっているんですけども、滋賀県はですね、まん延防止措置がないということで、ファミレス、もしくはマックでね、24時間営業なので、こうダラダラと時間を潰して始発に乗り込んで、つまりホテル代を浮かそうとしたんですけども、それもね、結局やめて大阪駅に、大阪に向かうことにしました。結局何が言いたいかと言いますと、今回は切符らは京都って書いてあったんですけども、大阪にしました。別にね、京都までの分を買って大阪で降りる分には何も問題はないわけなの で今回は、大阪駅が、終着駅ということになります。毎回ここでね、恒例の車内紹介軽くやりたいと思います。コンセントがまず下にありましたね。そして、クッションはこれはどんな感じなのか、柔らかそうですね。これ確か柔らかかったと思います。次の工芸駅に到着。軍家って書いて工芸って読むんですよね。時刻表アプリで見てるときはね、ずっとこう軍家だと思ってたんでね、今回いい勉強になりました。それでね、さっきも聞いてもらったようにね、やっぱ編集中に聞いてもこう車内チャイムいいですよね。これ結構、友達にも結構このチャイム聞かせたんですけども、これ結構いいんじゃないってことで、今回今までこの特急列車を乗ってきたんですけども、1、2を争うぐらいね、この車内チャイムは結構好きでしたよ。なんとね、この白桃号には飛行機のこうモニターみたいな感じののがこう車両の後ろにくっついてまして、こう夜でもこう外の景色が見れるんですね。こうやって見ることによってこう車内はね、外見ても真っ暗でつまらないんですけども、ここを見ることによって外がどんな感じなのかとかね、見ることができます。そして今着きましたのが智頭駅ですね。このスーパー白桃号は智頭急行線にまたがってまして、この智頭駅から、どこまでだったかな、上郡駅だったかな、違う、あれどこだ、
通り駅ですあったんですね、それでつまり鳥取駅から智頭駅までと、智頭駅から、上郡駅、上郡駅から、まあ、京都とか大阪方面までをこう JR 智頭急行 JR っていう風に分割して、その間をこの、特急白桃号は、突っ切って運転しているわけであります。そしてこれは車内ツアーをしている感じですかね。やっぱ白桃は結構ね綺麗で新しい感じでして、結構ね木目調というか木をなんかテーマというかね、なんかそういう感じにしています。この自動販売機もねこう木の感じでして、まあ、なんかレイアウトは少ないんですけども、まあ、僕は水さえあれば十分なんでね、他の飲み物は、ね、喉が渇く上に、お金も高いんで、まあ、水が一番だと思われます。ここはそして外はこんな感じ、1月末でね、まあ、寒い時期だったのもあって雪が積もってますね。まあ、ここは鳥取県と兵庫県の県境なのでね、まあ、ここはどんぐらい寒いのか分かんないんですけども、まあ、雪が積もるぐらいは、あるということです。これより先の3番部を走行します。カーブなので列車は左右に揺れますので、お立ちの際の移動やテーブルの上に置かれますが、お弁当、お飲み物を忘れませんようにご注意ください。次は大原、大原です。車掌さんがこうアナウンスをしてくれた通り、これから山間部を走るみたいになってですね、まあ、トンネルが多くなってきまして、するとこうやってモニターでこうトンネルの中をこう見ることができるわけですね。まあね、普段はこうトンネルの中をこうモニターで見るなんてことは、ね、できないんでね、結構面白かったんでずっとこうトンネルに張り付いてましたね。この中に、ね、夜をねこうトンネルを出たりして、こう雪の中を走ったりね、ちょっと語彙力が足りないね。まあこうやってなんていうんだろう、こういう不思議な感覚でもねえか、まあ、こうやってトンネルをね、何言ってんの、もう分かんない、こうモニター越しでねこうやって夜の車窓をこうやって見れるっていうのは、僕が知る限りこの特急白桃号ぐらいなのかな。話がどちらかっちゃったんですけども、まあ、夜でもこうやってモニターがあるんで、まあ、結構、車窓を楽しめるということを、僕は伝えたかったんです。まあ、さっきの智頭駅から智頭急行駅に入り、これは何の映像かな、多分これ YouTuber みたいなことをしたかったのとね、なんか、手元にね僕はメモを残してるんですけど、これは快適なことを伝えたいみたいですね。まあだいぶねこの時は鳥取、山口の方から、特急スーパー、大きい号で来てたんで、ね、だいぶ疲れてたんで、まあ、こうやってゆっくり快適に、移動していることを伝えたかったです。大原駅についてね、こう大原駅の駅名表を見てたらですね、なんか宮本武蔵って書いてあるんですね。このなんか智頭急行線はですね、この宮本武蔵をこう観光 PR の一つにしようとしてるのか、こう駅名をね、なんか宮本武蔵の出身地の場所の駅名をこう宮本武蔵に変えちゃったり、結構大胆なことをしてまして、あとこの特急のこの枕のね、この後ろにあるこの、なんていうんだろう、この白い、カバーにも宮本武蔵と思われる人物が描かれてますよね。あとね、なんかポケモンのね、武蔵もなんか本名宮本武蔵説みたいなのがあったんでね、なんか結構それを今思い出してましたね。そして大原駅の次は佐用駅に到着。この佐用駅の止まってるのは多分これ智頭急行線の普通列車だと思われるんですけども、見た目がこう新潟の方を走ってる北北線とかね、なんかフランス代表の昔のユニフォームみたいな感じがして、僕は結構こういう配色の列車は好きですね。
して列車は智頭急行線の終点上郡駅に到着。まあ智頭駅から上郡駅まではだいたい40分ぐらいでしたね。まあ今回はね、宮本武蔵駅をこう発見できたりと、まあ、結構智頭急行線には興味を持ったので、まあ、今度はね、夏休みでも、まあ、普通列車で智頭急行線を、普通の方に行ってみたいと思います。まあ、その動画もね、多分上げるつもりではあるので、まあ、その動画いつ上がるのか分かんないんだけど、まあ、そういう動画も上げてみたいと思いましたね。内チャイムが良かったんでこう何回も流しちゃったんですけど、まあとりあえず、どこだっけ、姫路駅に到着しましたね。鳥取が日本海の方で、姫路が、太平洋というか瀬戸内海の方なんでね、こうちょうど中国地方をこう縦にこうギューッとこう縦断してきたっていう感じが、しますわ。あとそれでね、まあ、この区間は普段は新快速、姫路から大阪の方新快速とか、まあ、あんまね使わないと思うけど新幹線とかも走ってるんで、なんかこう特急列車でここを移動するっていうのは、まあ、新鮮というか僕自身もここ何回も日本のいろいろ行ってるんですけど初めてですね。多分大阪の方からこう姫路の方を取っていく特急は白桃号、この白桃号とか、まあ、サンライズ号とかかな、その岡山に向かう。なのでこの区間をこう特急列車で行くっていうのはこうあんまりない経験だと思われます。で姫路に着きましてトイレ行ってね帰ってきたんですけども、でもなんかね僕の前にこう自由席なのにこう座ってる人がいるんですよね。別にね自由席だからどこ座ろうが構わないんですけども、別に自由席はこんだけ広く空いてて別に他の、ね、車両も自由席だと思うので、ね、なんでわざわざこう人の前に座ってくるのかっていうのはちょっと理解できませんね。なんかもっと人のいないところに座ればこうリクライニングをこうね誰の目も気にせずに倒すことができるのに、本当にねなんでわざわざこう僕の前に座ってきたのかちょっと理解ができないです。多分まあ、嫌がらせかなんかかなって思っちゃうんですけども、別にこの人たちは面識がないし、僕も頭おかしくないんで、突っかかったりするも、しないんですけども、初めてですね、こんなこと。そして、走行していると、明石駅に到着。まあ、このね、特急列車はこう西明石駅には止まらないんですけども、明石駅には止まるんですよね。なんかね、こう新幹線が止まる西明石駅の方が、格が高いっていうかね、なんかそっちの方が止まりそうだけども、どうやらなんかこの列車は明石駅には止まって、西明石には止まらないみたいですね。まあ、明石の次は三宮に到着。まあ、東京の人でも、まあ、もちろんね、神戸とか大阪とか聞けば分かるんですけどもね、まあ、三宮って聞いても結構分からない人はいると思うんですよね。こう、サンライズ号が止まるって僕は結構なんか大きい駅だなと思うんですけども、まあ、その駅の規模とこの知名度っていうか認知度が結構ギャップがあるの僕は三宮駅だと思ってますね。僕は関東人なんで、関西人はね、そんなことちげえよと思うかもしれないんですけども、まあ、僕ね、関東人一個人の考えとしては、まあ、そういうイメージを三宮駅には持ってます。三宮を出るとこう列車が詰まってるのがねこうノロノロ運転し始めましたね。まあ今回はですね、まあ、大阪に泊まることにしたんですけども、まあ、大阪でね、まあ、どこに泊まるかっていうと西成地区ってあるじゃないですか。なんかよく、まあ、YouTube でもたまにね動画が上がってるこうやばい地区で日本唯一スラム街だの、散々の言われてる、まあ、西成地区に、泊まってみようと思ったんですけども、まあ、僕のね今回の旅行は結構貧乏旅行をモットーというかね、まあ、貧乏旅行にせざるを得ないんでね、まあ、貧乏旅行してるわけなんですけども、まあ、それで1泊500円のね、ホテルがあるということで、まあ、そこに泊まってみたいと思います。まあ、その動画はね、まあ、別の今回の、違う動画に上げようと思ってますので、まあ、その様子もね、ぜひ、よかったらご覧ください。ご乗車ありがとうございます。この列車は特急スーパーホット14号
鳥取からだいたい2時間半ぐらいで大阪に到着。鳥取から2時間半ぐらいで大阪行きに到着。まあこの特急スーパーハクト号に乗ってきたんですけども、まあ、めちゃくちゃ良かったですね。でまあ僕はね結構和風なデザインとかが好きなんで、この車内の、まあ、木目調とかの内装も好きだったし、まあ、あとこうテレビのねモニターがあったんで、こう夜でも結構楽しめましたし、僕はねもう一回乗ってみたいと思いましたね。まあ、次は昼に乗ってこう地図急行線の宮本武蔵駅とかにもね、まあ、観光で寄ってみたいと思います。そしてここから大阪から新今宮駅までの切符を他に別に買って、その例の石成地区の500円のホテルに泊まりに行きたいと思います。この時ね本当に朝は宮崎駅にいまして、そこからこう特急列車を乗り継いで移動してきたんでね、もうめちゃくちゃ疲れてましたね。そして街中にはこんなねあのゴミが山積みにされてまして、なんかこの時間にねなんかこんな駅前にゴミがあるなんてね、なんかね僕はあの、まあ、神奈川の方に住んでたんですけども、そこではちょっと見なかったですね。雰囲気がもう違うな。駅前がすげえ汚かったわ。なんかホームレスのテントとかゴミが散乱してて、なんか外人めっちゃいて、これが噂の西成か。